んか痛そうだ。なんか痛そうです。ちょっと右手張りすぎだね。あ、ここです。もうちょっとゆったり。右手は玉を捕まえるための右手だから、右手が張ってたら玉は捕まんないから、今全部右行くよ。少しこう、うん、ちょっとそーっとそーっとこうやって受けるような感覚でさ、肘の力を抜いて、このぐらいのレベルのゴルファーには欲しいっていうのはどういうアドバイスをが多いですか、することが。もう振り方どうこうではないですね。あ、もうそうなんですか。振り方はやっぱ振れるんで、うん、あとはその体の使い方。あ、はい、うん、今なんかもこうやって 今の素振りも、はい、多分そのまま打ったらまた右なんですよ、うんうんうん、はい、素振りをするじゃないですか、うん、これはもうこっちが引けてるんですよ。引けている、はい。だからやっぱちょっと振り遅れて開いて、はい、はい、右行く、うんうん、でそれをちょっと早めに内側でこう捉えてもらってほしい。あ、すると体が横ずれ、こういう横ずれするんですよ、はい、それをちょっとこう縦に使えるようになる、うんうんうん、すると多分インパクトの顔の位置とかもちょっとこうなってるはずなんですよ、こっちが引けてる現状だと、はい、はい、結局こうやって当たってるんで、はい、これをもうちょっと内側で我慢して当てれば縦に行くんですよ。目線も絶対この目線で打てるってことですよ。そういうのはちょっと球が捕まってくる、こういう、うん、振りが速いから多分こっち側が後ろにこうやって逃げる、じゃなくてもうちょっと内側で我慢して、後ろに逃がすんじゃなくて内側で、左の内側の股関節使える、ここに行けと思う。インパクトがなんか詰まっちゃうなんかイメージはするんですけど、詰まらない、詰まらない。こっから振り下ろしてきてるから、今言ったことをね、やろうとしてるんだけど、足がちょっとオープン、はい、オープンってことはやっぱりなおさらこっちにはこうなりやすいから、逆に足はちょっとクローズに見えるぐらいで、ね、その方がやりやすい。それがスタンス通りぐらい。ちょっと逃げるよ。本当はもっと体の中でこう捉えるイメージ。捉えるよ。まっすぐ立った状態でちょっと今全部こうやって立ってます。おー、ナイスボール。飛ぶね、あれは。あの斜面のグリーンを越えて、ラフに。方向的にはじゃあいいよ、はい。今のは完璧じゃないですか、一度。
良くなった、ちょっと今外からかね、コントロールされてきましたね、球が。若いし、やっぱりこうモノマネっていうかね、あれできる能力あるから早いよね。そう、あれでまた多分戻るね、途中で。キーガン嬉しいです。キーガンが喜んでるとこ今。